ねえ、青殿、赤殿に代わるマスクドライダーシステムに襲われた邪魔な連中め。ほう、パラドックスもこの世界にいるのか。なら、こちらも人員を増やしていく必要がありそうだな。ダークライダーを味方につけておこう。お前に命を与えてやる。ん？何が起こった？いや、お前に命を与えたのはこの俺だ。お前を葬った仮面ライダーへ復讐をしたいと思わないか。仮面ライダー、降下さす。君が私を。面白いですね。それに復讐もできる。君の望みは何ですか？私に協力しろ。お前には仮面ライダーたちを抹殺してもらいたい。終われば好きにすればいい。悪くない条件ですね。いいでしょう。私の知らないマスクドライダーシステム。こいつならどうだ。見覚えがあるだろう。洗脳作業が必要だが、人員を増やすためだ。こいつは、いいおもちゃだ。私は誰を倒せばいいのですか。まあ焦るな。こちらが雑魚を撒き散らせばおのずと現れる。そこを叩けばいい。お前の顔をまた見ることになるなんてな。相変わらず気に食わないやつだ。ごたくはいいからさっさとこの世界から俺たちを出せ。あいにくだが私はこの世界の管理権限は奪われている。帰りたいなら奪ったやつから管理用バグバイザーを取り返す必要がある。そのためのお助けキャラなら用意させてもらった。お助けキャラ？あれはなんだと？どうなっている？よう先生方。ま、そうびっくりしなさんな。時代を駆け抜け、走り続ける仮面ライダーシリーズ。昭和ライダー、平成ライダー、そして時代は新たな1ページ。ゼロワン、それが俺の名だ。こちらの動画はチャンネルライダーヒルの提供でお送りします。レーザー、お前どうして？自分はお助けキャラなんだ。あいにく本人じゃなくてな。でも M たちのために戦うぜ。よろしくな、レーザー。そろそろザコをばらまくか。それに面白い機能もあるじゃないか。ゆっくり苦しめてやる、ライダーども。この世界の特徴、シークレットアイテム。これを手に入れておけばバグバイザーがなくともゾンビの力は使える。人の命がかかっている限り戦い続ける。それがドクターだ。見てろ、天才ゲーマー M のプレーをな。全てのバグスターをぶっ潰す。さあ相手をしてやろう。どいつもこいつも乗ってるね。俺は世界で一番のドクターだ。うぅ、乗りに乗ってるぜ。強い者が生き残る、それがゲームの世界だ。バン、面白くなりそうだ。これよりバグスター切除手術を開始する。お前らの思い通りにはさせない。同時プレイで行くぜ。研修医が図に乗るの。第50戦術仮面ライダーは俺一人で十分だ。ミッション開始。恐ろしいのは私じ
自身の才能さ。どうした、かかってこい。ここからはチーム医療だ。始めるぞ。このレース乗らない手はない。あんたに乗るぜ。術式レベル5、5速、お前の運命は俺が変える。俺のレベルはマキシマム、レベル99だ。協力プレイでクリアだ。ノーコンティニューでクリアしやるぜ。アイテムか。あれはギャグ。やっべえ、やっちまった。お前たちなど、この俺のメスで叩きのめす。今俺は何を、まさか観察員、俺に何をした。乗せられちゃった。はっ、ひゃー、強い者が生き残る。そりゃ、おりゃ、シマン、フリティカルブレイク、くらえ。あ、悪かったって、ふざけるな。よし、バグスターは一掃したぞ。ん、なんだこれは。レベルリミッターか。レベルリミッター、この世界はバーチャル、故に特訓するための機能を悪用してきたということだ。君たちの所持しているガシャットは、基本のガシャットを除き、すべて使えなくなってしまったようだ。しかし、それだけではゲームは面白くない。もしかして、この世界用にガシャットやアイテムが落ちてるってことか。さすが天才ゲーマー。その通りだ。この世界に散らばったシークレットアイテムからガシャットを見つけて戦力をつけるしかない。面倒だと思ったが、まさかこいつのことか。シークレットアイテムってのは面白い。使ってやる。第三戦術、さあゲームを始めようぜ。スナイプのスポーツゲーマーだと。ふん、何が起こってるんだ。私の持つ青い薔薇の花言葉は奇跡。私と戦える奇跡に感謝しなさい。エナジーアイテム、もう終わりですか。なんと弱い。話になりません。契約はすぐに果たせそうですね。それでは死んでもらいましょう。愛と共に散りたまえ。うわ、まさか。俺は天の道を行き、全てを司る男。君だけは許さない。天は気まぐれだな。貴様が何を企んでるか知らんが、悪の栄えた試しはない。へそに気合を入れろ。戦いはへそでするものだ。
面ライダー。動作確認をします。動作正常です。